もう一度過去に戻ってやり直すチャンスをもらった司は、当時好きだった霊との再会をし、聖太に霊が好きだと打ち明けた。驚きながらも背中を押してくれた聖太の反応に、11年前は気づかなかった違和感を感じていた。本当あいつって分かりやすいよな。本当に嫌やな。この時11年前の俺は自分に精一杯すぎてこの会話すら覚えていない。ちゃんと気づけていたら。過去の俺はこの後霊に告白をする。そういえばその後からだっけな、セータが俺らの集まりに来なくなり始めたのは。あ、そういえばさ、ユージとチョマと話したいことあるからちょっと呼んできてくんない？何話すの？え？内緒。なんでよ、教えてよ。内緒。なんで教えて。いいから呼んできて。分かった。なんかセータがユウくんとチョマ呼んでたよ。なんで？他の教えてくんない？うわ、呼ばれてない。なんで？内緒話やだね。やだな。うん。何？過去の俺はこのタイミングで告白をしてレイと付き合うことになった。ただただ嬉しくてバカみたいに叫んだ。セイタがレイを好きだということも知らずに。きっとこのタイミングじゃなかったんだ。今じゃないんだ。お前部活行けや。そんなんつっくんもでしょ。そして俺たちは過去と変わりなくゲーセンで遊んだ。絶対取れないって分かってる UFO キャッチャーに課金をして、結果取れずに金だけが吸い取られた。でも学生の頃のゲーセンはただただ楽しい思い出だった。11年前のこの時は例の隣には俺だけがいた。でも今はセーターがいる。この時セータは何を思っていたんだろう。どんな感じでレイの隣にいたんだろう。こちら最強。うわー、ぽいわー。豚がいて豚。ちゃんと聞いておきたい。話しておきたい。今日もテレビ漏れたね。漏れたな。まあちょっとは漏れてなかったけどね。痩せると思ったのに。セータ。ん？なんでだよ。何が？好きなんだね。いや、そんなことないよ。なんで隠してんだよ。かぶるねえじゃん。男なら正々堂々とだろ。まあでもそうなったら何かしらね。負けねえぞ。おい、早くしろよ。あれあれ、行くか。ねえ、させたら。させ、うん、いいよ、いいよ。はい、行くよ。うい。はい、チーズ。戻った。場所移動する。過去も変われば、おのずと未来も変わる。場所が移動しててもおかしな話じゃないだろう。うん、まあそっか。あ、写真俺。あ、うお、変わってる。レイの隣にいるのが俺だけじゃなくてセータもいる。どうだ、もう一度過去に戻ってみて。戻ってみて。さっきも言ったけど、そんなちっぽけなことでは大した未来は変わらない。彼女と付き合えてた未来を付き合わない未来に変えた程度。その後どうなったか今のお前は覚えてないだろ。その後どうなったか。まあそのうちわかるんじゃないか。どういうことだよ。まあそんなことは置いといて、何度も言うが、そんなことじゃ今を変えることなんてできないぞ。もっと考えろ、感じろ、行動しろ。Don't think feel。まあきっと次も大した未来には変えられないだろうけどな。早く次のページを開いてみろ。次のページ。次の写真には俺らの過去最大と言っていいほどの写真が残っていた。